皆さんどうでしょうか。新しいヘアスタイル似合ってますね。曲げが一番の宝物というふうに語っていた親方ですが、新しいヘアスタイルで20年間言い続けた曲げはもうありません。では元関脇豊ノ島井筒大輝が皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。本日は、お忙しい中、こんなにたくさんの方々に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。ハサミを入れていただいている時は、18年間の相撲人生を、思い出しながら、皆様に感謝の気持ちを、かみしめながら、断髪式をさせていただきました。この断髪式、私が、入門して20歳頃からの、断髪式のには必ず言おうと思っている言葉がもうその当時から決めてました。当時、元大関武蔵山関が、今の藤島親方が自分の相撲人生において、誇れることは相手から、一度も逃げることはなかった言われたその言葉を聞いて、その男気に、惚れまして、私も引退相撲断髪式をするときには必ずその言葉を言おうと決めてました。言わせていただきます。私、豊ノ島は現役時代相手から一度も逃げることはしませんでした。それが、私の相撲人生の一番の誇りです。これからは、豊ノ島以上の、力士を育てるよう、親方として、後進の指導に、精進していきますので、これからも皆様、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。結びとさせていただきます。